皆さんこんにちは、コッコです。今日はですね、なんと偽夢というですね、八番出口の作者が大絶賛しているっていう噂のゲームなんですね。で、今日はちょっとそれをやっていきたいと思います。なんかモードがいろいろあるんですけれども、とりあえずまず最初なんでノーマルモードで行ってみたいと思います。なんか毎回必ず怪異異変ですね、異変が起こるみたいなんで、ちょっとそれがなんだかわかんないですけど、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ早速始めます。移動、ポーズ、走る、しゃがむ、カメラで撮影、カメラを捉える。なんかちょっと操作いまいちわかんないですけど、ちょっと行ってみたいと思います。怖いな、なんかもう、なになになに、なんかふわふわしてる。お部屋みたいですけど、なになに、開くんだ。うわー、なんかもう怖い。人形さん。なに、なんですかこれ。なに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 、なんかふわふわしてる。なんかわかりますか、何だろう、これ何？お知らせ。民泊ドリームにご宿泊いただきありがとうございます。お休み前に電気をすべて消してください。うちの子と遊んであげてください。何ですか？うちの子と遊んであげてくださいって。やっぱりお楽しみください。電気をじゃあ消すってことですかね。あ、セリフが出てきました。今疲れて自分を寝ようかな。あ、でもその前にどんな部屋なのか一通り見ておこう。そのついでに電気を消してこよう。ということで見るみたいですね。テレビ。時計。覚えられるかなぁ。いっぱいありますね。ぬいぐるみ、ベッド。エアコン。ちょっと、あんまし覚えてないですが、青いスーツケース。何が異変だかさっぱりわかんないですけど、ですね。怖っ。開いた。ちょっと怖っ。この子、嫌だな。やってみたいと思います。電気を消すと言ってるので、ここも開く。トイレ。嫌だ。なんでこんなに扉が開くの、開かなくていいよ。ここも開くんだ。うわぁ、お風呂。なんか怖い、やだ、なんか怖いよ。よいしょ。とりあえずですね、じゃあ電気を切ります。ここ切れた？あれ？あれ？ここ切って、切れたかな？ここ切って、あれ、集めた電気切ってるとか。うわ、怖いよ。ここ切って、なんで電気が切れるかな？閉めて。で、ベッドで寝る？電気を消し忘れてるようだ。どこ？じゃあ早速寝ます。おやすみなさい。はい。こっから異変が出る。何？異変が起こるってことですか？もう起こってる？何か起こってるってことですか？どれだけ時間が経っても外は暗いまま。夢の中。これですか？なんか変だと思う箇所をカメラで撮影してから寝ると時間が進む。カメラで撮影するみたいですね。ところが駆除さすとドラが開く。右のラジオを拾うこと。ラジオのノイズの大きさが大体の場所を示してくれる。ラジオ、あ、これか。いろいろじゃあ調べてみたいと思います。異変？異変？あ、スーツケースの色この色でしたっけ？青？水色だったような。のせいかな。
うわ、怖いな、やだな。ここ開けるの、やだ。やだ、怖い。大丈夫？あ、鼻とかよく見てなかった。なんかついてる。写真で撮る。これかな？青だったっけ？ちょっとわかんない。あのカメラの操作ってどうだったっけ？はい、カメラの操作。カメラの操作わかんない。ヒュー、あれ？あれ？カメラの操作わかんない。ん？何ボタンだったっけ？あれ？カメラの操作できない。これ何？あ、これラジオ。これ何？あ、カメラの使い方ありました。すいません。カメラを構えると撮影モードの見るのアクセント。四角が表示されます。ちょっとやっ、いつもポーズメニューか。え、カメラを構える？あれ？あ、これか。これで、これどうすんの？え、これで寝ればいいのかな？あ、違ったっぽいですね。違うってこと？え、異変わかんない。何が異変？あ、目が動いてるような気がする。この子、この子の写真を撮って、で、寝る。うん、あ、進んだ虹。なんかテレビが映ってるし。これも異変ですよね。こういうこと？こういうことですか？あ、時間が進んでる。1時間ずつ進んでる。なんかちょっと怖い。いや、なんかちょっと、一回で終わんないんですか、これ。毎回探さなきゃいけないの？あ、怖い怖い怖い。なんでこんなふわふわしてるの、しかも。何動いてない。さっき無限だったんだ。ああ、もうちょっとお風呂とかめちゃくちゃ怖い。うわ、鏡とか。よく見なかったなぁ。あ、トイレとかも。うわ、怖いよ。あ、これはちょっとさすがに異変ですよね。あ、違う、間違えた。なんか違う。モード終わりにしたい。これか。4時。うわ、もうなんか1時間ずつ進んでる。怖い。なんかこのゲーム。めちゃくちゃ怖い。ない。ないですね。じゃあここだ。すいません、操作が慣れてない。あれ？あれ？戻っちゃった。あ、しまった。椅子じゃなくてテーブルの上だった。やっちゃいました。うわーってことはどうなっちゃうの？やり直し？やり直しですね、これ。うわー、うわー、うわー。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？脱出できません。どうしよう。もう始めたはいいけど、脱出したい。ここ、なんか怖いの始めちゃったね。頑張ってね。と思われた方はですね、高評価とチャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
まったねーっていう気分じゃないぐらい怖いー。